指時計の専門店っていう形で指につける時計をご案内しているお店です。ここは2018年から予約制のお店としてスタートしてるんですけど、繁華街じゃなくってちょっと離れた場所で予約制っていうのもうちのやっぱりこだわりというか、じっくり選んでもらうっていう意味合いもやっぱりあるので、時計作りの中でクリエイターが出会った小さいこの日本製のムーブメントがありまして、それがやっぱりきっかけにすごくなったと思うんですけど、もう彼の好奇心で、あのすごく小さい時計を作ってみたいなっていうところから、大人でも使えるような指時計っていうところに行った感じですかね。自分の時間を持ってる人とかが素敵だなっていうのがあるので、指時計を使うことで時間を考えるきっかけにもなってほしいなとも思いますし、そういった方々につけてもらえるのが嬉しいです。私にとってはテンションが上がるものを見つけることが気分が上がるかなっていうところでもあって、心地よい音楽とか、こう出かけたくなるような靴とか、やっぱりそのモコの指時計もそういったものであってほしいですし、今回のその楽しみ展でもそういった方にお会いして、はい、出会えるのが楽しみです。